はい、メイチャンネルです。今日はね、ディズニーシーの方にやってきました。今ね、1時半なんですけど、ウィンターホリデーのですね、ステンレスマグとかね、キーチェーンがなんか販売終了したというね、ツイッターの通知なんか来ましたんで、早速ね現地の方に行ってちょっとどんな状況なのか見ていきたいと思います。行ってまいります。はい、というわけでマクダックスデパートメントストアの方にやってまいりました。今回のね、ウィンターホリデーグッズの売れ行きがすごくすぎてですね、何回ここに足を運んだことでしょう。はい、じゃあね、早速中の方に入っていきたいと思います。はい、ぬいぐるみストラップですが、やっぱりね、ダッフィーが見当たらないですね。ダッフィー以外のシェリーメイ、ジェラートーニ、ステラルのみの状況です。シェリーメイのね、グッズなんかもありますね。ぬいぐるみコスチュームに関してはまだね、4種類ございますね。はい、ハラオブクリスマスのね、ぬいぐるみバッジは4種類ございますね。こちらにぬいぐるみストラップやペダフは見当たりません。はい、今回ね、マフラーとかね、こういったトートバッグ、はい、そしてこちらのね、セーターとかはね、思ったほど相当な数を出したんですかね。すぐ売り切れそうな予想をしてたんですけど、思いのほか数ありますね。はい、大きいのよりもやっぱ可愛いですね。はい、こちらのね、リップとかね、こちらのハンドウォッシュとかはね、まだ在庫あるそうです。はい、一通り見てますが、やっぱりね、ダッフィーの方のね、ウィンターホリデーのぬいぐるみバッジすらも今見当たりません。はい、というわけでね、今グッズの方見てまいりましたがね、もうステンレスマグの方とね、ウィンターホリデーのキーチェーン、あとウィンターホリデーのぬいぐるみバッジ4種類ですね。あとはぬいぐるみストラップがね、ダッフィーのがもう、見当たらないという状況でした。ただね、ぬいぐるみバッジとぬいぐるみストラップの方はね、まだ、またね、入荷未定とはいうものの、一応再入荷の予定があるみたいです。今回ね、ステンレスマグの方と、ウィンターホリデーのキーチェーンに関してはもう販売終了という状況ですね。いや、ほんとすごい人気ですよ。ほんとまだね、11月半ばですよ。まだまだこれからなんじゃないかなっていうところですけどね、売り切れが続出というような状況です。はい、いやすごいですね、ダッフィーグッズね、半端ない。なんとレイ君にミルクをあげてたらベビーセンターにですね、クラリスがグリーティングしにやってまいりました。来るんですね、ベビーセンターにもね。もう遊びに来てくれました。ちょうどいいんじゃない。もう今終わる、終わった。よかったらね、もらえ、動画撮りながら写真をお願いしていいですか。はい、ちょっとならないよかったらね、皆さん、ね、撮りたい。うん、だと、いける。はい、今ね、ベビーセンターでね、レイ君にミルクあげてたので、クラリスがグリーティングしに来てくれました。他のね、キャラとかもしてくれるんでしょうかね。キャスさんもね、グリーティングのね、キャスの方が3人ぐらいついてね、やってきてました。はい、すごいですね。はい、無事にね、ダッフィーグッズを見てきました。ベビーセンターにね、クラリスがね、グリーティング、グリしてくれるっていうのもね、まあ、多分、クラリスだけじゃないんでしょうけどね、いろいろ出てくるんだと思いますけど、ベビーセンターにね、グリーティングがあるっていうのは、一つの発見だったかなと思います。はい。
じゃあね、今回の動画はこちらで、以上になります。この動画がね、ためになった、参考になったという方、ぜひね、高評価ボタンと、コメントね、気軽に残してていただければなと、思います。合わせてね、概要欄の下の方に Twitter、LINE、Instagram やってますんで、そちらの方のフォローもしていただければ幸いです。またね、こういった動画をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。またお会いしましょう。